皆さんこんにちは、リーチェルです。今日はですね、じゃーん、僕のメグさん、メグさんです。ちょっとメグさんにですね、いつもの仕事の感じのメイクをしてもらおうかなって思います。それでは最後まで楽しんでね。うん、まっのメイク超可愛いんだけど、メイクさんにやってもらったの、自分でやってもらったのとか、髪型とかもさ、はい、めっちゃ聞かれるから、もうメグさんなんですよ、本当に。スタイリストの一平ちゃんも今日はいます。声だけの、はい、今日は大丈夫です、はい、っていう感じで、いやー、いつもみたい今からもう僕全然仕事ないのにメイクしてもらった贅沢だわもともとはペコリンが、ペコクラブとかそのブランドで、いつも撮影をする時によくね、メグさんね、はい、一緒になってたんですよ。はい、化粧水はビスペルね。ビスペル、あ、ごめん、おならしてごめんなさい、さっきめっちゃいっぱいサラダ食べたから。早送りとかするやろ。うん、大丈夫、うん、コットンで今ね、全体的に塗布したけど、メイクする時は外から来るからね、一回ちょっとコットンでね、汚れを落としてから、さらにほっぺたとか保湿してないと浮いてくるよね、やっぱファンデーションとかが。なるほどね。しっかりファンデーション塗るので、うん、ちゃんと保湿しとかないと、もう何時間後かが結構あーってなっちゃうね。あ、だからちゃんと保湿しとくことが大事ですね。でももうもちもちね、今張り付くぐらいになった。すっごいもちもち、なんか美容液じゃないのにこの化粧水すごいよね。フェンティビューティーの下地。はい、この匂い大好き。リアーヌの匂いしない？会ったことないけど、うん、なんかフェンティの匂い、上質な匂いする。うん、下地今つけて、ちょっとつけすぎたとこはこう、なんていうの、こう、うん、ふんふん、吸ってあげる感じ。リュウの一番最初のメイクでも使ったリアルテクニックスのスポンジですね。そうですね。そしてローラメルシエのコンシーラー。僕仕事の時のコンシーラーいつもこれです。これめっちゃいいです。カラーは 2N と 3N。 なんか男性の方にもおすすめじゃない？おすすめ。うんうん、メグさんも YouTube チャンネルしてるので、最近始めたんだっけ？うんぜひ見てみてください。始めたかは分からんけど前からあるけど全然上げてないってやつでしょ。ヒゲの周りは暗めのやつ。うん、まあ、ユーチェル自分のメイクの時めっちゃ隠してるから、それもすごいいいなと思ってんねんけど、うん、いつもは本当にもうおしゃべりしながらね、うん、で朝とか早い時はもう朝ごはん食べながらとかやってます。これはこうするとダメなんです。スポンジ叩き込むように、叩き込んでやるとめっちゃ綺麗になじむ。コンシーラーって結構カバー力が強いから、なんかボテってなりやすく見えるけど、うんうん、こういう水含んだスポンジやるとめっちゃみずみずしくなるよね。うんうん、そうそう、最初に水含ませられる、水含ませなきゃだね。そうだから、そのスポンジに叩き込んだ分のコンシーラーが馴染んでるから違うところも広げられやすいんだよね。そう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 、おでことか別に目の周りってそんなに目の上とかね、うん、そんな濃くする必要ないから。あ、リュウも全くなんかわかる、それ。そう、あと鼻とかもあんまり塗るべきじゃない。あ、そうなんだ。皮脂が崩れちゃうから。ナチュラグラッセのめっちゃ使ってるよね、これ前から。そう、これめっちゃ使ってる。こちらを使ってパフでもうこうやってなじませて、あ、手のひらで一回なじませて、あ、まあ、なのに、そうなで、ヒゲ隠したところをメインに叩く、うん、え、でもマジでエリー、もうメイクしてもらってる時って超喋ってるか超寝てるかだから。そうね、こんな風にしてるなんて思ってなかった。なんか顔周り、パウダーでちゃんと押さえてあげて、うん、で、他は、まあ、ちょっと軽くね。このヒゲは一回じゃ隠れないんですよ。で、レイヤーを重ねてるんで、まあ、リュウチェルもいつもやってるもんね。パウダーの上からまたさらに出すと、うん、さらに層ができるよ。あ、確かにミルフィーユみたいなね。歌舞伎のメイク的な、はいはい、またここをトン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 、またこれもね、ミックストン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 って、で、
やってるかな。でもみんなにヒゲ脱毛しないのってすごい言われるんですけど、ちょっとヒゲ脱毛通い始めてます。前から通ってたんだよ。だけど痛すぎてやめてたの。あ、ブラシで。このピンポイントで抑えたいからブラシで。2回目のコンシーラーの後はブラシで。本当本当はです。トゥークールフォースクールのこれめっちゃ売れてる。で、これ1回なじまして叩いて手で舐む1回ね。そうそうそう。ね、いろんなさ、メイクさんが YouTube とか始めてるじゃん、うん、僕いろんな方の見てるの。メグさんが一番上手。ちょっと待って。マジマジ。なんでよ。もう今時おしゃれ表参道みたいなメイクもできるし、アメリカンなのも可愛い。あー、で、これね、シェーディングを ね、この頬骨の、そうそうそう、このこめかみのよりも下のところと、あと私は最近いろんなメイクさんの動画とか見て、ここにこの際のここら辺に入れるのがやっぱ綺麗に映るやんなってやっぱなんか思ったんで、そうしてます。うん、痩せて見える。本当に僕、ね、本当助かってます。こういう細いブラシとかでこうちょっとここをね、鼻筋ね、ノーズシャドウね、ノーズシャドウも絶対やります。鼻高い人とかでもノーズシャドウってなんか外国の人でもやっぱりちょっと塗ったりするじゃん、あれってなんでなんだろう。まあ僕も多分思われてると思うんだよね。なんかノーズシャドウいるのとか。そうだよね、だからなんで塗ってるっていう感じで。やっぱりさ、ファンデーションやると面がさこう平たくなるから、あー、分かる。陰影をつけるとさらになんかってなるよね。確かにね、うん、同じ色になっちゃうからさ、ファンデやったら、ね、そう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 。眉毛は僕いつも自分の中での流行りがあって、前までは眉毛脱色してたの。もうでも今ちょっとちゃんとはっきりした眉毛が好きだから、はっきりした眉毛でお願いしますって言ってます。その時によって眉毛が違う。そう、 YouTube はね、そういつも同じメイクするの嫌なんだよね僕。だからこんな感じがいいとか。変わるもんね。そういうブラシでカシャカシャして余分な油とかさ、ちゃんと取ってあげて、変な余分な油を、そうそうそう。これ前スックの、スックスックのこれ、あの柔らかくて。スックって何、どっち、どこの国。日本、日本、日本なんだ。パウダーがしっとりしてる方が、あのいいよ。なんかしてみたい。しっとりね、うん、なんかアイブロウのパウダーとかって変わらないように見えるけど、意外に硬いの。硬いよね。硬いやつって全然色ならないやん。確かにプチプラとか硬いの多いイメージ勝手にあるんだよね。眉毛がうまく描けるポイント。最近太眉流行ってるから、うん、でも太眉が好きっていうのもあるけど、うん、こういう平たい筆とか結構大きいよね。こういうのを使うと、うんうん、あの棒で描けるなんていうの。あー、なるほどね。見といてね、みんなこんな感じで。なんか楽に描けるから失敗しにくいし、ちょっとこんな感じで倒し目で描くのいいかもね。そうそうそう。じゃあ勝手にシュッて綺麗になる。うんうんうん。あと縁取る。あー、で描いてないとこだけちょっと濃いパウダーを使う感じ。なるほど。で、この線、この下のアウトラインをちゃんと描いてあげると目の幅がちっちゃい、目の間がすごいさ、近くなってちょっと顔が濃く見える。なるほどね。眉毛を描くときにあのちょっと目に近づけてあえて描いて彫りを深く、そうそう、まあそれがないじゃないメイクも可愛いんだけど、うんうん、太く描くときはそこを気をつければうまく描けるかな。へえ。マイマスカラはエッセのエッセ、ちょっとあのアッシュっぽいやつ、かわいいをやってみます。で、つけるときはこう逆立ててね、うんうん、で、こうまた戻す感じだと。ああ、逆立てて戻す。はっきりしたかったらここの毛並みを立てるのね。ああ、前頭のここをね。そうそう。じゃあなんか結構男らしいというか、ああ、さっき立ってるな、男性らしいというか、さっき立ってる意志が強い感じになる眉毛の毛とかね、うん、そうそうそう。だってさ、なんか結構さ眉毛をさマスカラとかでさめちゃくちゃさ逆立ててさ、うん、
生き生き見せてるメイクあえてしてる人多くない？多い多い最近。あの男の子っていう感じをちゃんと残してて可愛いっていう感じのメイクになるよね。いい感じ、めっちゃ綺麗。うん、めっちゃ綺麗。今日ね、いい感じ。嘘でしょ。ディオール。あらららら。混ぜて。あは。こういうブラシにして。伝わるかな。まああんまりやりすぎたら。なんかテカってるように言うから。ああそうだね、あの人汗かいてるみたいになるってね、から一番ダサいやつ。まあナチュラル、まあまあファファファぐらいな感じで、うん、やります。軽いタッチですね。軽いタッチだね、うん、それに意味があるからね。そうなの、ひと手間にね。シェーディングもそう思った。なんかすごい軽いから、うんうん、なんかシェーディングしてないように、ね、見える、うん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 、じゃーん、かわいい。フーダちゃんのね、ビューチュールパレットみたいだよね。確かに。フーダちゃんのアイシャドウパレットです。ネオンっていうシリーズ。シリーズ、うんうん。でもビューチュールといえばなんか私はオレンジって感じがしてるから、はい、オレンジにする。お願いします。ラメ系を使おうかな。あ、でもラメ…オレンジ入れます。オレンジ入れます。でこれをアイホール全体に入れます。でアイシャドウを塗る前に絶対ファンデーションっていうか、さっきあのコンシーラー伸ばしたやん、うん、それがめっちゃ大事で、それしてないとあの色素沈着の原因になったりとかして目の周りが暗くなっちゃうから、絶対にそういう、なんていうの、ワンレイヤー入れる感じ。あの僕たちが高校生の時とかも涙袋がもうめっちゃ流行って、みんな白のうん、涙袋とかやってて、でもそれを何もレイヤーしないままそのまま肌に塗ってたから、うんうん、もう色素沈着も沈着も沈着みたいなのあって、真っ黒、ファンド真っ黒みたいな、うん、みんななってたもん。なんか変に、なんかね、そうそう、だからもう目の下真っ黒で色素沈着してる女性見ると、あ、同級生かなって思っちゃう。あのすごい流行ってたあの年代かなって思っちゃうもん。ということでオレンジのかな。すごいネオン、かわいい ね、 ね、ネオンかわいい。目の、ま、真ん中から塗ったら失敗しにくいです。そうなんだ。あ、それを左右に広げればいい。そうそう、はい、誰でもできるテクニックです。いやすごいわ、はい、あ、リューチェルって感じ。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいい。今日本気でしょ。なんで意外になんか僕どうなってんのか分かんないけど、これ奥二重だからなのか分かんないけど、塗ってるつもりでも目開けたら色がなくなる時多くて、うん、やりすぎかなって思うぐらい、やりすぎかなぐらいやってもいいかも ね、 いいね、うんうん、黄色、黄色って、壁と似合うんだよ。下が黄色になるわけですね、うん、なんかリューチェルってさ、うん、なんかいろんな色をのせたくなる顔。嬉しい。ワントーンメイクとかもあるけど、うんうん、なんかちょっといろんな色を乗せたくなってしまうよね。あー嬉しい、いろんな色乗せたい。でこれ目頭まで半分ぐらいまで。半分までなんだ。そう、やるやん、うん、これも結構感覚やから、うん、理論とかはあんま考えなくやってますけど今日は。はい、でもそういうのも大事な気がする、メイクって。なんかちょっとさ、うん、エモいさ、臭い話していい？何？なんでさ、メイクさんになろうと思ったの？会社員をしてて、私、うん、受付してて、うん、で、2年働いて、この会社で2年働くやん、うん、じゃあ結構もう何でもできるようになった、その会社で、うんうん、この先、先輩とか見た時に、うん、この人らみたいに私はなるんやと思った時に、ここじゃないかも、なるほどね。で、なんか転職つけよう。へぇー、手に職つけようって。それ何歳ぐらいの時？24歳。へぇー、すごっ。そう、それで、ね、メイクは興味あったの？でも元からめっちゃ好きやった。あ、そうなんだ。そうで、やろうと。そうそう、それでなんかその友達とかにメイクさんとかいいんちゃうみたいな言われて、うん、確かにって思って、
って、うん、でその時すごい、ね、なんか雑誌にヘアメイクさんがいるとかも知らんかったから、うん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 、なんか雑誌ってそのまま出てきてると思ってたわ。ああ、みんな自メイクでね、自分でメイクして、そう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 、それで雑誌の撮影に行ってるとって思ったら、まあ、なんかそういうのもね、うん、CM とかその芸能人の人にメイクさんがついてるって知らんかって、うんうん、なんかそれがあるって知ってから、そういうのあるんやと思って東京に出て、うん、なんかそのタレントさんとかの師匠なんか、ね、ヘアメイクさんのアシスタントになった感じ、うん、それからなんだ。そう、あ、それからもう今は人気いやいや、やめて人気メイクアップアーティストですよ。そうですよ。でもな、一平ちゃんはなんでスタイリストになろうと思ったの？やば一平ちゃんの一平ちゃん今携帯触ってぼーっとしてたけど一言のようにね。まあ、まあ、昔からお洋服が好き で高校卒業してファッション系の専門学校に行って、うんうん、でもその特にそのどういう仕事があるかとかは知らなかったから、うんうん、まあ、デザイナー育成みたいなコースに行ってたんだけど、うんうん、なんか途中からなんかちょっと自分デザイン向いてないかもって思って始めて、ああ、うんうんうん、一から作るっていうよりも、そう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 、でなんかそのデザインが書いてたら、うん、なんかコーディネート図みたいな、うんうん、なんかある服を組み合わせたみたいなデザインがたくさん入ってて、うんうん、もしかしたらスタイリストっていうのが向いてるんじゃないかって思う。なるほどね。でなんかそのこうしてたら、なんかスタイリストさんのお手伝いに行く機会をもらって、うん、で手伝いに行ったらなんかすごい楽しそうで、現場を見て、そう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 、いいなと思って。めっぺちゃんスタイリスト向いてるよね。うん、いやでもなんか向いてるしと思うし、やっぱそのスタイリストをやるようになってから、うん、そのタレントさんだったりモデルさんだったりがこう気分上がって撮影に向かってるのを見るのがすごい好きだから、うん、なんかね、そうそうそう、今リップ塗りました。はい、あ、はい、今リップ塗りました。リップは？はラネージュ。ラネージュ。の韓国の。これめちゃくちゃいい。いい。うん、スリーピングマスク。キングダムの、ジェルペンシル。ジェルライナーです。茶色です。直感って大事よね。うん、本当だよ。直感で生きてるもん、リュウも。18歳で東京出てくるってすごいと思うけどね。本当？もうリュウ。その当時はで沖縄から出たくて出たくてしょうがなくて、卒業式が3月1日だったんだけど、3月7日に上京してきた。早っ。1週間で。原宿でショップ店になりたかったし。あ、そうだよね。そうそう、もっとおしゃれし、おしゃれなお店ではいっぱいある原宿とかで働きたかった。でもあの時にすっごい憧れてたショップ店員の原宿で働いてた人とかも今何してるんだろうって感じだよ。何いやなんか今消息不明じゃないけど、どこに行ったんだろうって感じだけど、その当時大好きなショップ店員がいっぱいいたの。そう今粘膜、上の粘膜のライン、はい、来ましたで、崩れ防止、うんうん、のためにこういう細いブラシで、うんうん、ここら辺をこう、あ、なぞってあげたりとか、ぼかすと、うんうん、綺麗になじみやすいし、にじみにくくなる。粘膜を引くときにコツとかあるの？粘膜？コツ？粘膜って超練習だよ。練習。粘膜、僕もめっちゃ聞かれるの、うん、粘膜バーっとか塗るじゃん、うん、だから粘膜上手になるなんか秘訣はありますかって言ったら、言われたらなんか僕もう練習ですって言ってるんだけど、もうそれしかないんだ。あんま粘膜って言ってもまつげとまつげの間を塗るような感じにしないと、中にもうやりすぎたらあかんから。あ、なるほどね。じゃリップします。リップします。さっき潤したけどリップがあんまつかへんくなるから、ちょっとティッシュオフ。この保湿してる時間超大事だよね。大事だから最初にやるべきですね。うんうんうん。みんなもメイクしてる途中ぐらいでもうちゃんとリップを結構べったり塗っといて、でいざリップを塗る前にちょっとこういう風にティッシュオフして塗ったら、なんか結構もう唇の皮とかも剥がれにくくなったり、その前のケアって超大事だよね、うん、唇って。ナイキビューティー塗ります。ナイキビューティー2番のオールモーストオールモーストね、巷で噂の。そうなんです。なんとこれ、なんだこれ、メグさんプロデュースの。はい、私とゆずこさんっていう2人、うんうん、メイクさんで作ったんです。そうなんですよ。ゆずさんもね、僕いつもお世話になってるんですけど、そうそうそう、2人のメイクさんが作ったライキーっていうリップなんですよ。これ超いい。てかもう巷で話題すぎてみんな使ってる、ね、これ
みんな使ってる。で、なんか色がめっちゃくすみだからちょっと塗ってみんなに見せてあげた。かわいいな。まあ、でもいつもリズルには塗らしてもほんと筆で塗るとすごいいい。あ、教えたい。そうなんだ。そう、こういうブラシで取るやん。真ん中からまたこうずらしてさ、ぼかしてさ、塗っていくわけ。じゃあすごいいい感じに綺麗になるわ。あんまりべったり塗りたくないから、うん、やっぱナチュラルに仕上げたいから。で、濃くしたければ真ん中だけさらに塗ればいい感じになる。つるだよね。唇が太いから、うん、唇太い。あんま主張しすぎなくてもいいのかなって。あ、いい色、うん、かわいい。私今4番。あ、かわいい。4番塗ってます。あとね、新色も出るから。楽しみ楽しみ、はい、使ってね。すいません、うん、メイクさんになって、芸能人僕以外にもすごい絶対メイクしてリップも出すんだよ。もうすごい夢、歩く夢、歩く夢ですよ。めぐみ、メイクは終わって今からちょっと髪をやります。まずストレートアイロンで綺麗にしてオイルつける感じかな。うん、髪型はいつもあのベティのともみさんにやってもらってます。可愛いよね。はい、すっぴんと全然違う。やっぱ違う。そう、違うね。結構気分によってはマスカラバチバチにする時もあるんだけど、 あのテレビ越しにしちゃうとやっぱり濃く見えちゃったりさ、女の子すぎて見えちゃう時もあるじゃん。だからちょっとこの髪型もボーイッシュっぽいし、あの男の子らしくね、あのバランスを取るためにマスカラはあえてしないやり方に今日はしてみました。どうでしょうか。いい感じだね。でも かわいいね。はい、ということで完成です。あのこんな感じでいつもメイクしてもらって、よし仕事するかって感じでメイク終わったらいつも仕事してます。で、あのめぐさんはね、いつもね仕事しながらもね、あのメイク直しとかもめちゃくちゃしてくれるんですけど、今日はいろんな話もできたから、メイクさんなりたいなって思ってる人だったりとか、あと、あ、りゅうちぇる仕事の時はこういう風にメイクしてもらっててこんな感じなんだとか、そういう風に知ってもらえたら嬉しいなと思います。ということでめぐさんも今日はありがとうございました。いってちゃんもありがとう。楽しかった、ね、声だけ出演してもらいました。今日はありがとうございました。またね。